はい、ブラインシュリンプの、簡単な沸かし方、与え方。これが道具ですね。必要なもの、塩、普通の塩、プラスチックのトレー、カニフォーク、カニじゃなくてもいいです。はかり、お水200ミリですね、200ミリ。それとこれが一番大事、ブラインシュリンプ X。というわけで、やってみたいと思います。はい、まずですね、お水を、このプラスチックのトレーに入れます。全部ね。はい、それからこれを、はかりの上に乗っけます。で、ゼロにします。この乗っけた状態で 0g にします。はい、そしてなんか後ろ向いてますけど関係ないですね。はい、塩を取ってですね、これはスプーンでやった方がいいですね。これを 4g 入れます。 200g の、200ミリのお水に対して 4g 入れてみます。はい、まだかな。はい、入りましたね。はい、 4g 入りました。こんな感じですね。はい、それからこれをですね、先ほどの、なんだ、フォークですか、スプーンですか、これかき混ぜますね。どっちでもいいですけど、はい、かき混ぜて、かき混ぜて、塩を溶かします。はい、これ、そうですね、はかりに乗ってる必要はないです。はい、反対ですね、スプーンのこれね、反対側でかき混ぜた方がいいということで、はい、かき混ぜて、塩がなくなるまで、見えなくなるまでかき混ぜます。はい、かき混ぜた。はい、そしてですね、ここで今ティッシュでスプーンを拭いてます。水気を取って、次のブラインシュリンプですね、これの中身を取り出すのに使おうと思ってます。はい、見えませんね。これ、ブラインシュリンプの袋を開けてるところです。はい、今開けています。はい、今ゴムが飛びましたね。はい、開いた。今カニフォークで、カニスプーンですね、カニスプーンを使って中身を取り出して入れた。いっぱい入りすぎた。まあいいか。これをかき混ぜてですね、なるべく水に、浸かるようにするわけですね。浮いてると、どうやら羽化しない、羽化じゃないね、生まれないような感じがします。はい、ここで取り出すのがですね、このスポイト、横に卵がくっついちゃうんですね。なので水で上から水圧で落としてあげます。はい、こんな感じで、できました。はい、こんな感じで明るいところに置いて24時間って言われてます。といっても24時間経ってみんな一斉にドンと出るわけじゃなくて、ちょっとずつ出ますね。はい、これをスポイトですくってですね、別のトレイに入れます。すくいます。入れます。はい、繰り返します。見えません。はい、入れます。そしてここからですね、隣の水槽からお水を借ります。これオスカーですね。オスカー怪我してるな。はい、お水で、薄めます。塩水ですからね、真水のとこに入れるわけですから、塩水を直接入れてしまうと魚が弱ってしまうので真水を入れます。十分に真水で、塩分を薄めます。もう一回しっかりと薄めます。はい、入れました。こんな感じで水を入れて薄めましてですね、これを、すくいます。このね、ブラインシュリンプをすくって餌を実際にあげます。この葉っぱが浮いてますけど、この葉っぱにぶつけるような形で入れると、ブラインシュリンプは急に下に沈まないでいいですね。というのは、塩分の入った水なんで、下にどん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 沈みますんで、それに乗っかってブラインシュリンプも沈んでしまうので、こんなことをやっています。普通これで、塩水に入ってるやつを直接あげたくないってことで、皆さんフィルターを使うそうなんですけど、ちょっと面倒くさいですよね。これが一番簡単でなやり方で、これで2ヶ月間死んでないですね、この人たち。みんな元気です。はい、こっちの小さい方にも、あげています。よく食べます。ベタの子供じゃなくても何でも稚魚であればよく食べますね。はい、
こんな感じですね。はい、以上でした。